こんにちは。ハロー、チキンココです。私たちはインスタグラムをお互いにやってるんですけれども、その時にインスタストーリーで質問コーナーをすることがあります。はい、どんな質問でしたっけ？私のメイクアップに関する質問が結構いただくことが多くてですね、でやっとこのタイミングでできることになりました。今日、ショートプログラム、フリープログラム、エキシビションとある中で今日やってみようと思っているのはエキシビションプログラムで披露したフィルターのメイクアップを、まあ、見ていただいたらちょっとわかるかもしれないですけど、やってみたいと思います。ではぜひご覧ください。はい、すっぴんでございます。恥ずかしい。2年前の国別対抗戦とかでは、朝早い練習の時に修造さんと一緒のインタビューでノーメイクだったことがあって、私のスケートファンの方は素顔を知っていると思いますが、こんな感じです。お兄ちゃんにそっくりです。まあ、ここからアイスダンサー小松にスイッチをしていくわけなんですけど、やってみます。そう、大会の時はじゃあ例えば6時から公式練習があったとして、まあ、1時間15分前にはリンクに向かっているので、まあ、体を起こすために早く起きてたり、お化粧と髪の毛時間がかかるので、そういう時には3時ぐらいからお化粧と髪をやっていたりします。そしたら私はいつも顔を先に作ります。大会とかショーの時は髪の毛先にやっちゃうと、すごいなんか落ちやすい髪質というか、すぐ巻きも取れちゃうし、演技する時にはだいたいもうなんか巻いててもストレートみたいになってるから、顔を先に作っていきます。はい、これで準備完了。ちなみに世界選手権から3月のまあ中旬ぐらいかなから、世界選手権日本に帰って2週間待機、そのまま国別対抗戦で、そのまますぐ、スターズオンアイスっていうアイスショーツアーに参加させていただいてたんですけど、ちょっと2ヶ月近いぐらいホテル暮らしをしていて、でその後2週間を迎えて実家行ったりしたんですけど、そしたらなぜかめちゃめちゃ肌荒れして、すごい綺麗だったのにだから結構ひどいバージョンの小松原からのスタートです。大丈夫でしょうか？それはよく見せていこう。よし。で、私はですね、最初になんか結構ここら辺が発達する傾向があるのか、すごいこういう顔になりやすいから、それをどうにかするためにこういう体用のマッサージガンを使います。顔に。で、これはバブル方式の大会の時に、まあ、コロナで、リンクとホテルだけ移動 OK っていう、で検査した人しか中に入れないしっていう大会の方式なんですけど、それの時にやっぱスタッフさんも人数減らさなきゃいけないので、自分のトレーナーとか連れていけないから、自分のケア用に購入したものです。すごい、めっちゃ早い。でこれ本当はこうやって筋膜リリースに使うんだけど、私は顔もリリースする。シュール。とりあえずなんかここら辺重点的に やります。ただこれ結構別に優しくないから
お肌に刺激与えたくない人はやっちゃダメな気がします。自己流で、でもグーッと当ててない、なんかすごい表面だけ。あと私鼻が大きいからね、あのここがめっちゃ発達してるんですけど、その筋肉も緩めたいからやる。でもほらここがねちょっと上がりやすくなるんだよね。で忘れておりました、私の、まあ、すっぴんって言ったけどやったんですけど、この眉毛、ここにはあのマイクロブレーディングって言って、一本一本こう毛を描いてくれるタトゥーかな、アートメイクが入っております。これはね2018年の春ぐらいにモントリオールで入れたから結構経ってるけど、それでもまだ濃いし、うん、いい感じなんで入れたかって、あのすっぴんで眉毛まああるけど、こう結構眉毛にこだわりが強くって、でちょっとでもなんかこうとかこうなってたらめちゃめちゃテンションが下がるでですけど、でそれが嫌で、でまあテンション高く一日スタートしたいし、まあできればフラットでスタートしたいから、もう心配しなくていいように、まあガイドラインという感じで入れていただきました。でも本当に楽になった、うん。でもここをこういうのからするとちょっと短めに入れてもらったんですけど、っていうのはあの滑るキャラクターとか気分によってこれをこうとかこうとか変えたかったから、でそこを結構調整していたりします。私は化粧水等はあんまりやる人ではありません。昔やってたけど、なんかクリームだけとか結構シンプルにした方が肌の調子が良かった。まずは日焼け止め。そうで、私はビーガンって言って動物からできるだけあの搾取しない生活をしてる人なんですけど、結構こうビーガンの商品だったりとか、うん、見つからない時は、まあ、できるだけ動物実験してないですよっていうものを選んでます。でしかもなんかそれ選ぶようになってから肌マシになった気がする。で、私のお化粧セット、Don't look into my back。 私のバッグの中身見ないでって言いながら見せてます。なんとこれは岡山のアイスダンサーキリアちゃんとお揃いだったことが発覚ちょっと嬉しい私のお化粧スタイルは一回この袋の中をブワッて出して横に置いといて、お化粧を使ったら入れるってやったら、終わる時にはあの机が片付いてる状態になっております。それが好きです。そう、私いつもねまずね香りフェチなんですけど、まずは気分を良くするために好きな匂いを嗅ぐ。落ち着きますね。下地、商品紹介は省きます。なぜなら聞いていただいたら酔います紫の、下地、下地はね去年からちゃんとつけるようになった。でしかもなんで紫を選んでいるかというと、なんか素肌感が出るなって思ってるからです。YouTube の他の人を見てたらこう乗せて伸ばしてみたいな。だけど朝3時にそれをやっている暇はないのだだからドーってもう
でしょう。できれば上にやります。これでもうだいぶマシ、うん、あとは小松原は化粧の時にティッシュを使いません。なぜなら全部タオルで拭いちゃったりすると捨てなくていいから、洗えばいいから。で、終了で、お化粧したらカバーに入れる。たらー、おはようございます。おはようございます。これ大丈夫？大丈夫。これ可愛い。いつもこんなまじまじと見られることはないから結構やばい、ね、恥ずかしい。可愛い。ありがとうございます。そうね、今は結構肌荒れがやばいからファンデーションを今日は塗ります。普段は塗りません。気になるとこに塗ったら、ビューティーブレンダーで、いやめっちゃ笑うやん。そうで、これこのままパパパってやっちゃったら個人的にですけど、なんか全部こっちに持ってかれる気がするから、こいつに水で普段はシュッてやるけど、ちょっとここではないからスプレーします。で、湿ったところをこう、そうで、ティムはティムでマッサージガン持ってて、で彼はちゃんとなんかすごいしっかりやつして持ってるやつ持ってるんですけど、顔もやったら気持ちいいよって教えてくれました。もういいかな。いつもよりすごいちゃんと叩き込んできます。うん、今日はやったけど本当はこのファンデーションはあんまりやらない。で、本当にいいアイディア。これよ、うん、ね。さっきだってこうだったけど、ここやったらブーンってなった。うん、で、そしたらコンシーラー、コンシーラーをここと口角上げたいから、ここ消します。で、まあ、ニキビいらない、いらない。で、こいつですね。これなんかいろんなとこで見たのは、ビスマークみたいなの見たんですけど、じゃあそんな甘っちょろいものじゃなくてですね、朝3時に大会用のお化粧と髪の毛を準備してたら、まあ眠いからこういう感じでギュッと450度でやったりました。あっつ、でもだいぶマシだよね。そうですね、結構消えました、はい、あのスターズオンアイス中とかにかさぶたがちゃんと取れて、そうそう、この子にまでこうしてあ、ほらないじゃん。おー、バイバーイ。ただウォームアップしてたら取れるんだよな、だからちょっと見えてたのかなみたいなふうには思います。ティッシュとかでこう油分こうペッてやって取る人もいるんですけど、乾燥肌だから私はなんかちょっと一回こう手で押さえつけたらもう粉をつけます。ベビーパウダーです。いろんなものを試して結果落ち着いたのがベビーパウダーがいっちゃいい。ついちゃったけど大丈夫。で、このベビーパウダーは優秀でですね、まあ後でもう一回登場するんで、はい、私たちインスタグラムをしてるんですけれども、その時にあの質問コーナーをする、あ、ちょっとダメ、この質問コーナーをすることがあります。はい、どの質問でしたっけ。ちょっと待って。